それは客観的に見るとそうです。はい、明らかに国連事務総長というのは特定の国はけしからんということは国連決議に基づいている場合が言ったらいけないわけです。うんしかし、あの、パンさんは、はい、明らかにこれ韓国で韓国人として発言してますよね。あ<ー>問題はそういうことが許されてしまう今の国際環境なんです。うん普通だったらできないです。<あ>率直に言うと日本が変な国と思われてるからこういうこと言われて 言わわれれちゃうわけですよ世世界中から世界中中かからら変な国と思われてるんですはあそれはどうしたかというと、はい、まずは橋本徹さんの慰安婦問題に関する発言と、はい、それから風俗利用発言、うん、それからあの麻生さんのナチスの手口に学べ発言あ<ー>それから橋本さんがそれを受けてとブラックジョークだろうと、はい、その種の話をとこういう発言そういうのがあわさって変な国だと。 うん要するに世界から見るとアメリカから見てもですよ、はい、そもそも国際連合っていうのは the United Nations ですよねこれ国際連合っいうのは意図的な語訳なんですようん本来は連合国って訳すべきなんです連合国はいはい国連っていうのは連合国と一緒なんです連合国って歴史の教科書に出てきた話ですよねその通りです 要するに、あのー、太平洋戦争終わる前に国連でできたんですからね。はい、我ら連合国はっていうことなんです。つまり勝った側はとそうです。それだから旧敵国情報があるんですよ。はい。その国連の精神っていうのは、まさに中立ではないわけで、うん、あの、第二次世界大戦で戦った日本、ドイツ、イタリア、ああいうものを二度とこの世界にあの出してこないっていうことが前提であると。うん、となると、 あの、大日本帝国とですね、アメリカが戦った、現在の日本国ってのは全然別の国なんですよ。はい。ところが、この一連の橋本さんや麻生さんの発言から醸し出されてくるのは、もしかしたら、連続性のある国じゃないかと。うん。ここのところは少し締めといた方がいいっていうのが、世界的な雰囲気になってるんですね。はあ<ー>。ですから、個別の局面においては、はい。これは日本の方が正しいです。こんな発言は国連事務総長が、 あのするべきではないし、えー、これに対して厳しく抗議するのはあの、国家として当たり前のことなんですけれども、なんでこういうこと言われる状況になっているのかってといとよく考えた方がいいですよね。あこれ、挽回していくために、日本国として、打つ手っていうのはあるんですかこれあります、あの、お簡単に言うと、諸悪の根源がどこかっていうのを確定させることでこれ、中国なんですね。 それで、変な話なんですけど、まず韓国と仲良くすると。はい、そしてロシアと仲良くするって、そういう順番をきちんとすることなんです。それ簡単に言うと、マンションに我々住んでると。はい、隣の部屋、ピアノの音がうるさいんです。上の部屋は子供がワーワー泣くんで、それが、その音が聞こえてくるんです。はい、向かいの部屋は、ゴミ出しが水曜日だっていうので、火曜の昼出すんで、猫が引っかいたりするんですよ。それは文句あるわけです。言ってることは私は正しい。はい、ところが右隣の部屋ですね。 何やらガサ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 なんかの密売をやってるようで時々ギャーとかヒーとかいうような声が聞こえるしとんでもない匂いがすると、はい、これどうも覚醒剤かなんか扱ってるようだとお<ー>こういう部屋があると、はい、その時覚醒剤扱ってるかもしれないこの部屋やらないといけないとこうあるわけでしょこれあの 赤ん坊の鳴き声の話とか、ピアノの音っていうのは、とりあえず置いといて、はい、まずこの覚醒剤を使ってるかもしれない部屋、本当にそういうことやってるのかどうかと。もしやってるんだったら出てってもらわないといけないと。うこういうことやらないといけないでしょう。<ー>外交もそれなんですよ。このプライオリティーつけないといけないです。ところが、もう気に食わないことがあるとみんなと喧嘩しちゃってる。はい。今そういう状態だと。はい、往大々にそうなりがちなんですよね。<ー>うん、安倍さんが、今じゃあ韓国に対して、 こう、いろいろ言われてるけれども、首脳会談をやりたいんだよ、僕らは。っていうふうに、こうあ。それはもうやった方がいい。あの、それは非常に重要です。それと同時に、早く外務省の幹部が言ってですよ。はい。先ほど、先ほど出てきた杉山さんが言って、あの人はもっと韓国にいたこともあるんですから。ああ<ー>。え、うん、韓国の夜クラブとかもしょっちゅう行ってましたしね。人脈も相当あるでしょう。はい。それですから、韓国側に、ね、メニューを出してもらうんですよ。<laughs> 一体何をしてほしいのとうん。イヤークでは何してほしいの竹島ではどうしてほしいの それから最近企業の賠償責任の問題が戦時中の連行との関係で出てきたけども何してほしいのと全部メニューにして韓国側から出させるんですよ。ああ、リスト化させるとリスト化させる。うんそうすればそれほとんど僕は解決すぎると思います。知恵を使えば。うんそれで韓国との間の懸案をなくすんですよ。はい。そして中長が一体とならないようにして韓国を共通の価値観、選挙によって 大統領が生み出されてる。すなわち、自らの民主的な選挙によって、あの、えー、政治が行われてると。はい、この意味では韓国もロシアも日本もアメリカも一緒ですからね。はい、中国だけは別ですから。<ー>そこのところで線を引くと。まさしく安倍さんの言ってる価値観外交ということになって,っていうのは、そうです。価値観外交っていうのは、はい、韓国からまずやっていかないといけないと僕は思うんですね。